こんにちは、高中です。今回は横浜駅から一駅目、ちょうどホームの先端から見える相鉄の平沼橋駅に向かいたいと思います。時刻は10月の下旬の13時頃ですね。ちなみに沼駅巡り第13回となります。では平沼橋に向かいます。相鉄の改札は横にずらっと並んでかっこいいですね。乗車するのは各駅停車湘南台駅です。平沼橋駅に到着しました。平沼橋は1931年に開業、1日の平均乗降人員は約8700人とのことです。ちょうど横浜と平沼橋の間に横浜家系ラーメンの元祖吉村屋がありまして、行こうと思ったのですが、まだ昼時で混雑しているかと思い断念しました。そしてホームからは JR の様々な車両を見ることができます。では改札から出て駅周辺を散策していこうと思います。横浜からの運賃は150円でした。ざっくりでしたが散策が終わりました。あたりは築浅の高層マンションが立ち並び、横浜駅から一駅目ということで、
高級住宅地のような感じでした。駅周辺の飲食店は少なかったですね。平日の平沼橋駅は静かな駅でした。以上です。ご視聴ありがとうございました。